P32 っていうのがあったのかな。それでは、長らくお待たせいたしましたが、これからキッズツアーを開始します。1週間なんで、つながってるじゃん。喚き声だと思う。その大きな声の大きさをメガホンで表してるみたいな。Wow! You can put the stories that you made there too.And they very quickly picked up on the kind of cultural differences between the Brazilian Japanese and Japanese students. And I think they picked it up quite naturally. その子の歩き方を思い出してください。3人の方々それぞれにいろんな世界観があって、さまざまなものを取り入れようとしている感じが出て、でそれも見習いたいなと思いました。3名のアーティストさんとは違った考えが私にはあって、その違ったものを3名のアーティストさんのものを取り入れながら、いろんなものを生かしながらこれからの創作に生かしていきたいです。ステファニーさんの日本人じゃないけれども日本人になろうとするっていう心がすごいなと思いました。絵を描いていて、そうやって一つの考え方だけでなく他の人にも聞いてみて、それでいろんな物語性みたいなものを作っていけたらいいなと思いました。すごくなんかリラックスして質問もできていたようですし、また自分の感性がに刺激されるものがあったようで、とても有意義な時間だったと思います。今回3人のアーティストが来ていますが、それぞれインドネシア、南アフリカ、イギリスからの3人になります。3人とも初めての日本の来日っていうことでですね、日本の文化であったり、歴史であったり、あとはまあ国籍の問題であったり、いろんなことを真摯に考えながら真面目に取り組んできました。で、彼らがやってきたことは本当に海外からの視点ではありますけれども、逆に日本人のことを教えてくれると思っています。Like, move like someone Japanese. I am